はい、では、今から始まるのは、語彙分からせバトルとなります。1組目は先ほど優勝というか決勝で当たった組み合わせですね。野見尾直人対長谷川狭間となります。そう、GWB もね、なんだかんだで、100回を超えまして、皆さんありがとうございます。で、前々からタイミング見てなんかやりたいなと思ってたんですが、今月ちょっとね、まあ東進祭うち予選参加してないんですけど、一応ね100回記念ということもあって、GWB トーナメントというアホなイベント、を31日の日曜日の3時からやりたいと思っております。こちらは先着8名の定員制となっていて、その名の通り 5先勝ちでトーナメント戦をやるという、地獄の、シングル戦となっておりますんで、ぜひ、参加費300円ぐらいで抑えたいと思ってるんで、ぜひ皆さん、ご参加の方よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。1組目、野見尾対長谷川、野見尾直人対長谷川狭間、スタートボタンを押して始めてください。ちなみにその5先ガチャのトーナメントなんていうことでね、一大進行じゃたとえ8人だとしてもとてもじゃないけど終わんないんで、複数大進行でやってる予定なんでね、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。さあ、 1P 側が野見尾直人と 2P 側が長谷川狭間となります。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. よっ、ふっ、よっ、いきますよ。はじめまして、ミキサ、どうですか、いかが、向井くん、驚きました。どうして今の狭間だが、はじめますか、わあ、いい出しやばれ。だが、スウェーからも、シークルスが出ない。さあ、ジャガイじゃ割れない感じか。危ない、大事故、落ち着いて、破壊道からのもう遅れていく。4500、しかしこちらも、割りどころが分かっているか。じゃあこう、さあ、画面手を下が3指導ですが、このダメージ今のめくりちゃんにしっかり稼働しているのは素晴らしい。6へ落下、さあ、6へ弱を打たないと。これは、ブリタイクしっかり落としていくが、これバーストっていくのは狭間。さあ、カイドからのオーバーヘッドキック、まだおっ、ガード位置が逆になって、ガード方向が逆になって、一歩を進んで、ただ直そう。危ねえ、何でガウザ下がっていたいか、よく見ていた。ヘッド、ここは危ねえ。バニシングは出なかったので、ノーアウト。このあと 6D にしカウンターを取っていける。4700、出るこのキャラ。投げがカウンターして、まず1勝したのは野見尾直人、先手を取りました。はい、だからちょっと離れたところでジャンディ、タメジャンディノーマルヒットとかね、今みたいな 6D が引っかかるような感じで当たれた時に、俺はいつも遠波バニシングを入れちゃうんですけど、届かないことも多いし、画面当てだったらね、やっぱあんな感じで遠波街道をやった方が、安定して拾えるし、その後も火力伸びるというところでね、その端は遠波街道を意識していこうかなと。ドミン着だったらこれが入るんですが、スライド雑誌ミスのオーバーヘッドキック。さあ、ナオトあるある、さあ、ロックにはね、もうちょっと使い勝手良ければ、といった感じなんですけど、名人にはできない。逃げないでくださいよ。
さあ、リレー障害がいかがって、ここは安定ここで行く。ホワイトキックは、効果があります。さあ、ここは OB 抜けていくわ。イベルのクルセイダーは空を切る。さあ、OB は狭間が終了していますが、タッチ指導からのコンボ。これはブリの一本選手したのは狭間。ジャニシーカウンタージャガイ届かないが追う。それでいく。おーっとジャメイジに探し置いてあるが、これは対応できない。クルセイダーをガードして落ち着いて、サンシーカウンターからの緑ターンへ入れ替え後決めて出る。ノーマル劣勢か。ジャメージで落とす。さあ、アドバが粘着してくるが、実は我慢してます。お前とキックしっかりここ決めて、さあ追い上げるナオト。三振カウンターから、さあディバイン・クーが当たってヒットはしてなかったですね。ああいう時に三振カウンターいいですよね。1入れ替えしてますし、メンハペインがありますから。いろいろあって、あとこれはコンボが途切れる。いろいろあるとしか言いようがなかったですね。さあ、ドミオがちょっとダメかなみたいなところで、決まったかなみたいなところでコンボを落としてしまい、というか入力してなかったみたいな感じで、一周回ってナオトはね、エンハ乗せなくていいんですよみたいな安定コンボの判断が逆に難しかったりとかしてますね。あ、確かに長谷川もしっかり見ていた相手のミスをうまくついての 1-1。 さあ、これ中段通ってしっかりコンボを決める。さあ、これは読み合いですね。どうするかでどうですかが、このまま最速の EA で落としていく。ジャメイジン裏からしっかりコンボを決めて、あっと、ペインが出ないが裏回り、これ逆に危ないんですよね。ダメージ入れ替わっちゃうんで、ナオトとしては避けたい状況。ジャンピーはめくりに強くて、コンボミスっていく。ボディ、いや、よく応戦陣や。ジャンプ D が見えたように見えたんですが、バリガが間に合ってました。一本選手したな、ナオト。危ない。これ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 。ガイドは確かに安定なんですけど、リターンがね、画面端以外ではないというところ。なるべくならバリシェイクを決めたいところなんですが、位置判断が難しい。普段どうで、しっかりコンボを決めて、そして投げは抜ける。届く。ああ、やはり割ってきます連携。まだ分からない。これは頭がバットゲージマックス。すごいエスパーが勝負を当たらない。おっと、これは、そのままなんていうんですかね、リーパーの先端当てラスキャンからのコンボ。あんま見る機会がないコンボですね。バータイにも一応なってはいないんで、まあ、カイドのミスかもしれませんが、
結果オーライというところ。現在は 2-1 です。パスってあり。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. ジャメージン完全ホット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 赤い章は蹴飛ばしていく。ハロン、ここまででバレーに感じるよ。前が転んだらしいわ。やはり裏に回られると非常に出てる時間が長いし、隙だらけというところで、お見合いから返していって 4D ジャンプ D をザコのところに当たります。この時だけは抜ける。さあジャメイジンね、ジャンプ D 二段をうまくいなしていきました。ギリギリ残るか、残った。さあこの辺はまだ OD がある。まあバリシンクの硬直にミドルレッスン当てて一歩前進したのはハザマ。さあこれはエンハが乗らない。さあこのジャンプ 6D すぐ D 派生の攻めは鋭いですね。反応しようと思うともう当たっている。最強技が出てこれは安定コンボです。でも十分減ります。なんと足短いのが、なおとあるあるが出てしまう。なんでローディーだが、なんとここでジャンプが落ちる。さあまだ分かんないぞこれ。これは無理。ここはスライダー C がパリシンが出なくて、指ブンブンバル。さあ追い上げた。まだハスナに残るが、このあとの置き攻め。さあロスル C へ。これはバースを使っていった頭。さあナオトゲージが全部ある。さあゲージ8個とかなわず。さあ際どい。